はい、こんにちは。最近髪を切ったりよし、濱家です。待って待って待って、早送りは待ってください皆さん、今日はね、すぐ来ますから。はい、どうぞおいでおいで。はい、というわけで今日は妹と撮影ということでやっていきたいと思います。またお金をあげますからね。今日はですね、お魚採集屋さんのリュウさんから深海魚セットをいただきました。その深海魚がこちら。はい、こちらたくさんの深海魚をいただきました。そしておそらくリュウさんが書いてくれたであろう説明書と、まあなんかこのようなものを見て一生懸命考えたところ、まずはこちらニギスです。でレア度1、いっぱい取れます。普通種、唐揚げにされることが多い。はい、でこちらの面白いお魚なんですが、こちらが気泡棒、ガチゴチです。こいつのうまい食べ方が見つからないそうです。濱家さん、チャレンジしてみてください。次はこちら、このなんか面白い形をしたお魚、大変ね、鱗がガジガジと硬いですね。顔も可愛い。こいつがゲホウ、別名トウジンと言います。水深 300m から 1000m、美味しいそうですね。次はこちら、このなんかキスみたいなお魚、これがトロボッチ、なんかね、なんか美味しいそうです。はい、で次にこのグチにヒゲが生えたようなお魚、これがアラメギンメ、ちょっと変わった甘さが特徴です。こちら、これオニカナガシラと言います。でオニカナガシラレア度3でかなり珍しく、唐揚げが美味しいそうです。はい、で最後にこの大きくて、顔が真っ黄っきなのが赤イサキと言います。でこれ生まれた時全部メスらしいんですよ。でもその中で一番大きいやつだけがオスになって、で顔が黄色くなるそうです。だから他のねやつはなんか黄色くなくて赤くて地味なお魚なそうなんですよ。ボス山の猿、猿山のボスといったところですね。一見普通のこの頭みたいなのが分かりません、分かる方いれば教えてください。妹でさばいた経験はあるのかい？ゼロか。というわけで、まあこれ全部さばいてたらちょっと明日の朝になっちゃうんで、これとどれがいいやと一個選んで。ちょっと大きめのがいいわ。うん、これにしよう。あ、これな。いや、これよりでもこっちの方が珍しいね。じゃあこっちする。うん、そうしよう。この大きな笛と何よこれ。これはね、赤いサキだそう。で、これ鬼金頭、この2つをやって、でこれはちょっと後から僕がやります。どっから笛が出てきた、わからん。マダラちゃんもね、興味津々で見ておりますね。はい、じゃあ今日はこれを、妹にさばかしていこうと思います。妹よ、レッツゴーだ。レッツゴー。はい、それじゃあ全くさばいたことない妹にさばいてもらいましょう。まずね、鱗を取るんだよ、魚は。でシンクで水をかけながら鱗を取ってあげると飛び散りにくい。そうそうそう。で、こいつもね。もう取れてるように見えるぞ。取れてる、取れてる。OK。OK。取れた。OK。で、妹の取り残しをきれいに取ってます。飛ばさないでね。動画も鱗も。で、赤いサキと鬼金頭、この2つが取れました。で、いつもの出番を妹に貸し与える。こう切り方わかる？わからん、全く全く。うん、まあ、とりあえずやな、こっからな。で、斜めに入れて、で、お腹切って、反対もこうビーッとここ切っていって、で、パカッと割ろうや。もっと？もう下までな。はい、ほんで？もうその表面を切っていくんや。次、これどっち？これ次、ここ、こう切っていくの、こう。君、俺の動画見てないの？もっとこう、歯の刃先じゃなくて、歯全体を滑らすように。そうそうそう。そう。これ？うん、そうそうそう。はい。お腹の方切れてる？切れてるやん。うまい。両方手前に引っ張って、骨を折る感じ。もうそうそう。折れるか。OK。で、折ったら、てあげる、その身を。そうそう、はい、そうだよ、切るんだ。でも説明がちょっと面倒くさくなったんで、この後腹のとこ終わって中きれいにして
この金頭じゃなくて鬼金頭もやっていきます。はい、じゃあ、鱗と内臓とかも綺麗に洗えました。じゃあここからいよいよサンマおろし。サンマおろし分かる？三枚にする。そう、骨の仕組み分かる？骨の仕組みこうなってこうやね。よし、ちょっと説明しよう。で、魚の骨の仕組みは、まあ図でちょっと書いたんですけど、ややこしくなったんですけど、真ん中に背骨があって、そこからチュ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 と生えて、お腹のとこはあばら骨で、ここからここにもいっぱいこうなんかあるんだよ。で、この上を切っていくんだよ。わかる？で、この断面図がこれで、言うたらこれがここ、これがここ、これがあばらで、だからこの包丁をこの上を切っていく。わかった？オッケーじゃないの。はい、じゃあ基本が分かったところで行ってみましょう。まずこのね、ちっこい方、大名おろしで行ってみて。そう、その背骨の上を切っていく。そうそう、なんかすごい上、もう上行っちゃダメだよ、身残るよ。これこれ上行きすぎだよこれ。え、皆さん安心してください、これ残ったんちゃんと唐揚げで食べるんでね、もったいなくないです。できた、できた、できた、まあできたな。じゃあ反対は俺がしよう。で、このね、背骨の上を切っていくんだよ、こういう感じで。あ、上行っちゃった、ごめん、めっちゃ上行っちゃったわ。まあ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 、変わらんやん。変わらんな。いや、そんなことない、見てみ、ほら、この分厚さは。これ腹骨をこれすく、こうやって、あばら骨、これも唐揚げだ、全部唐揚げだ、これは唐揚げだ。え、じゃあいきなり初めては多分無理なんで、まずこの、まあ下手くそですけど、僕が先やりたいと思います。まずこっからガイドラインを入れていきます。で、次にまたその中に入れていく。で、中まで行ったら、またガイドラインを入れていく。で、ガイドラインが入ったら包丁をまた入れていくのだ。で、中まで行ったら通してあばら骨を断ち切る。あばら骨が断ち切ったら、こう、こっちは綺麗にいった、こっちはな、こっちは汚い、こっちは残っちゃった。でもついでにもうあばら骨を取っておこう。あばら骨はここ、こうグッと入れて、手前からすくってあげるように取っていく。よし。で、腹が結構傷んどったから多めに取るで、今回は。まあ毎回やけどな。はこんな感じや。うん、なんか塩辛みたいな匂いがする、今日の深海魚は。これちょっと刺身無理やな。これも唐揚げにするか。で、ここ次、血合い骨が入っとんや、ここに。血合い骨を取っていく。で、反対も、ここからだから取って。まあ下手くそな俺なんでも理屈は分かったやろ。こういってこう、もうそうそう、まずガイドラインで皮目を切っていく感じやな。こうね、うまい、うまい。最初からうまくいく人なんていないんだよ、安心したまえ。お、ちょっといいんちゃう、あとケツまでいかない、ケツまで、どれどれ、ちょっと待って、お、お、そこいいね、そこうまくいったじゃん、そうそう、お、いいじゃん、いいじゃん、最初にしては上達、上出来。よし、で返して、返して、ノコギリみたいにしたらええねん。ほら、見てみ、これ、これどこが見えやん、ね、俺がちょっとしてみ。ちょっとリカバリー、中をね、うん、さっきみたいにやろ、もうね、コツコツ当てんの。あ、こんな技で、まあ、俺何回やってもうまくいかんねんけどな。いやー、骨当たっとる。でも、うん、なあ、ここを通して、こうこうこう、はい、押さえる、引っ張る。動きませんね。あ、来た、怖い怖い怖い。あ、まずは動画を見とくべきだったな。できたー。できたって切れたのか。切れたよ、ほら。うまい。で、こっちやろ。うん、上等上等。見て、この身のぐちゃぐちゃ。あ、でも切るやん、ほら、じゃったじゃった。ほんだら次、この腹骨を取って、わかる？もう忘れた。だから、こうやってこうやって入れて、あ、内側ね、感じちゃったよ。もうそこ斜めに落としてもいい。でも、それでよか、それでよか、いつもの俺や。散々コメントで下手くそって書かれとるけど、その通りだ。できた。ちょっと見、これできた、残っとるけど、ここめっちゃ、だから、OK、OK、うん、OK、 ここ、ここにあるだろ、
もうないな、うん、ほなもう皮引こう。ほんだからここまでいったら見てないの俺の動画。はい、せーの、バッと。はい、じゃあ次に皮を引いていきます。皮の引き方はまず端の方からシュッシュッシュッと入れて、で皮が持てるようになったら皮を持って皮を引いてあげると簡単にいくんですよ、案外。んでこう、ほんだらほら、でこの皮うまそうやから、これ当然唐揚げ、で一口サイズ、これはもうそのままいこう。でこれ妹の半分にしておこう、しやすいように。じゃあこれで、見て覚えた今、うん、じゃあやってくれ。そうそう、でぐじゅぐじゅっと入れて、ぐじゅぐじゅっと入れて、次そこまでいったら皮を引く。皮、まあやり方いろいろあるんやけどな、うまくなったらもうちょい包丁動かしてもいいけど。切れた、切れた。ほらこれ反対にして、ちゃうちゃう、そうそうそう、そうや、そうそう、どうかな、身が残ってます。かまへんかまへん、どれ、うまい、ういいで、一口サイズ、俺と一緒やね、切り方大きさが。オッケー、これは、あ、や練習したかったやったら、ちょっとして、オッケー、これ、うん、先っぽから入れて、皮引いてるっていう、包丁ギコギコしてダメだよ。え、うん、あ、こうか、そうだよ、これいい感じ、いいじゃん、いいじゃん、これ、はい、じゃあ身だけになったね、オッケー、はい、大変よくできました。ほなもう全部唐揚げにするからな、うん、それにな、ニンニクじゃないわ、生姜と、違うわ、塩コショウと醤油、醤油、誰の手かわからね、男みたいな手やな男みたいな手ですねはい、じゃあ火をつけて温めます。で待ちます。で魚に片栗粉します。本当ですか、まあ、全身に優しくまぶるぐらい、薄化粧のファンデーションや私やん、え全身にまぶして焼きそばのソース、そうだそうだ、オッケーオッケーオッケー、で火もぬくもったやろ、そのままあげたれ、あ、あてが熱すぎや、入れていい、あ、入れていいよ、いい感じや、でこれできたらほら、これにできたやつ、皮はもうあれかな、もう1回目が終了、2回目、もう入れるの、うん、もうそれ全部入れてくれ、じゃあ2回目待つぜ、待つはいつまでも待つは、最後、うん、終わり、もう美味しそうに揚がったぞ、よくやったぞ、食べるなよ、待て待て、うん、待て、はい、出来上がりを嗅ぎつけてマダラちゃんも来たようです、どうぞご賞タイム、一賞タイム、はい、それでは、赤いさきと鬼金頭の唐揚げの完成でございます。それじゃあ宴を始めようか。小豆島の漁師 YouTuber 浜ゆいのサーラがついに発売、僕のサーラも含め処理のしっかりとしたサーラのみを使い、加工センターで徹底した衛生管理のもと、叩き加工をしてしっかりと梱包、解凍してさっと切り分け器に盛ったら、やー、ネギ、シソ、ニンニク、生姜、ポン酢をかけたらサワラの森の完成です。一口食べれば思わず焦点、卵か白子もついてます、ビールにも大変よく合います。そんな僕のサーラいかがでしょうか、概要欄から購入できますのでよろしくお願いします。いただきます、いただきます。今何からいく、この赤い崎からいってよ、大きいうまそうな、うん、いただきます、はい、うん、うまい、うん、どんな、
うまい。そのままやん。どれどれ。プリプリしてるけど。うん、めっちゃしっかりしてるな、身が。こんな硬くなるとは思わなかった。うん。うん。うまい、これ。なんていうんかな。繊維というよりこうブロックブロックみたいな感じだよね。繊維じゃなくてこうブロックブロックの身がしっかりしとって。わかる。なんか皮。身がよくするだろう。まだ身みたいな感じか。特に。ほら、うん。普通に美味しい。うん、はい、じゃあ次にこの鬼金頭の身。でかいの食べてやろう。じゃあそっち俺がさばいた方がいいな。味は優しい味が、あ、自分の、ね、うん、うまい。そんなもんやん、もう全部やん。だってうまいのに。なんか全然違う。うん、どう。普通にうまいな。うまい。俺こっちの方が好きかもしれない。あの瀬戸内海の魚に似とる、キスっぽい。あー、骨も食える。食えるけど、カリカリって上がってないから、いや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 、やめとこ。ちゃんと上げてよ。頑張って食うわ。丼にしよう。米入れて、米ピカチュウに入れて、うん、ほんでピカチュウに入れたらモノマネしてピカチュウって入れて、米入れて、絶対嫌だ。向けて、私はそんなもんしない。はい、しなせー。ね、のして、米に。これのしとく。うん。お、いいね。センスありじゃん。こわよ。で、この地元の島宿マリさんにいただいたつゆ、それを軽くね、おいへい、おいへい、で、かき込もうではないか。いただきます。うまそうやな。うん、うまい。うん、絶対もう。え？これも美味しい。なんかもろみ？あ、もろみ入ってる。もろみつゆか。食べる？いただこう。うん、合うよ、なんか。うまい。うん、うまい。アナラちゃんが狙っております。食べない。はい、それじゃあペロリと完食。せーの、ごちそうさまでした。はい、皆様本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。妹に深海魚をさばかしてみたみたいなタイトルになると思いますが、なんかある？一言皆さんに。はい、じゃあ君これ。はい、ありがとうございます。さよなら。バイバーイ。